それがこうやって気づいた。さん、レインボースターありがとう。ちゃんと一歩前に出ま、え、なんで？でも一歩前。でもさ、自撮りするときってなんて言うんだろう。自撮りするときって自分の方が前じゃないと撮れなくない？多分自動的にそうなっちゃう気がする。ピカピカさん、ピカピカさんじゃない。昨日もこの間違いした。ドンさんピカピカありがとう。スーさんピカピカありがとう。サラピさんにね、なんかもう緊張、本当に話したことなかったから、あんまりその頭ツンツンってされた時しか話したことなくて、かすみちゃんと写真撮りたなんでもない。え、撮ろうよ、撮って、撮りに来てよ、照井さん。そうで、その、そう話したことなかったからめっちゃ緊張してたんですよね。で、後で写真撮りたいですって言ったら、もうね、全然優しく「あ、いいよ」って言ってくれて、もうありがたかったですよ。くしゃみが だからもうね、嬉しかったです。めっちゃ優しくて、で、後でまた話そうねって言ってくださったんですけど、もう帰りがね、バタバタだったので、あんま話す機会がなくて、なので話しかけようと思います、次会った時に。嬉しかったですよ。ボーダー似合うね、ありがとう。今日はボーダーです。またピカピカさん、またピカピカさんって言っちゃった サラピさんとの写真よりボレーシュート、え、ボレーシュートだってね、分かんなかったもん ボレーシュートなんてあの時に初めて聞いたからさ、何か分かんなくて適当に書きました。適当は嘘です、適当じゃないよ、なんて言ったの、分かんなくて妄想じゃない、なんて言うんだっけ、想像で書きました。でも緊張して、サラビさんはど緊張した先輩は、が先輩は緊張しますね、みんな。吉田さんが、あ、朝、あと愛子じさんとも話したんですよ。愛子じさんがそう韓国の話をしてくださって、で、韓国語できるの？とか、韓国好きなの？とか、いろいろ話して、で、また話す、韓国のお話しようねって言ってくださいました。もう嬉しくて、で、なんかさ、すごい趣味、なんていうの、話が合うと楽しいから、めっちゃ。お、嬉しかったですね。守ってて悲しい時いつでも言ってね。じゃあいつも守って いつも守って。大ちゃん、はじめましてじゃないでしょ。サラピさんめっちゃ優しかった。中島さんこんばんは。サラピさんってそう、TikTok 始め、昨日見ました。その通知っていうの、お知らせを、公式からの。サラピさん面倒見がよくて優しい。優しかったです、めっちゃ。嬉しかったです。先輩に可愛がってもらえる後輩になりたい。ボレーシュートのことじゃん ドス聞いた声、ドスは聞いたか分かんないけど。ダンスさんこんばんは。5月の広島ライブ当選したので2日間、あ、やったー、キンドさん嬉しい。コナンさんこんばんは。ミキミキさんこんばんは。素敵な茨城さん、マッツンさんこんばんは。山本純礼さんこんばんは。ピさん、ピさんって、ピさんめっちゃ優しいですね。今日も可愛いです、ありがとう。だんだん先輩との距離が縮んできて、そうなんですね、そうなんですよ。だんだん話しかけられるようにもなってるし、ますね、ます。ほこにゃんさんこんばんは。あいこり、え、リエチに似てるって言われてるの？あんまり似てると思わなかったけど、どうなんだろう、あんま似てると思わなかったけど、わかんないかも。あいこじさんは占いの、え、なんで占いできるんでしたっけ。コーラさんはじめましてじゃないでしょ 愛の不時着は見てないです。ネットフリだよね、見たいと思ったこともあったんだけど、なんか見てないです。キアニーさんこんばんは。サルピさんは優しいからどんどん話しかける。話しかけます。ゆういちさん、パムさんこんばんは。ブラックピンクとかエスパー、あ、あれ、何かな あれかな、好きなアイドルってことかな。福ちゃんさんこんばんは。
さまさま一緒にお仕事したいですね。私も個人仕事欲しいです。まあもらえるように頑張ります。ゆうちさん、いいことでした、いいことでした。髪型ポニーテが一番本当に。そう、今日ねメールでね、髪なんか4月からちょっといろんな髪型をしようと思って、だから何がいいかなって募集してました。募集っていうかみんなにメールで投票をしてました。何がいいんだろう。でも髪切るのも迷ってるんだけど、でもなんだろう、みんな切ってるこんぐらいに切りたいんです。こんぐらい、鎖骨ここら辺、もう出口なつきちゃんになりたくて、マジで可愛くてもう大好きなんです最近。だから青ハライドの時の出口なつきちゃんになりたくて、この時ここら辺に切りたいんですよね。でレイヤー入れたいんですけど、でも最近切る人多いじゃないですか、最近で 3期で、だから結構切っちゃったからどうしようか迷ってる。だからどうなんだろうって思って、あれの方がいいのか、長いままの方がいいのかなとかも思ったりするけど、うんって。でもマネージャーさんにはもうちょっと切ってもいいかもって思ったって言われたけど、まあ確かに多分長いから切ろうかなとは思ってたんですけど、でも切るなら、どうせ切るなら私バッサリ切りたい派なんですよね。なんかちょこちょこじゃなくてイメチェンが欲しい人なんで、だから切るならもうここら辺がいいなって思ってって感じです。かちゃんさん、こんばんは。推しメンさんが卒業したというファンがこのルームに愛の粉飾してくる。いいやん。新白さん、こんばんは。僕も4期生オーディション受かって、岩崎先輩と仲良く。4期生オーディション性別変えなきゃじゃん。待ってるよ。でもキッチンさん、リアチューも髪、リアチューあれ前髪だけじゃないの、後ろも切ってたの。もっくんさん、かわいい、ありがとう。ポニーテールがいいです。ポニーテールね、ポニーテールでも好評なんだよね意外と。でもさ、どうしようって感じ。迷っちゃう迷っちゃう。リアチューのオキシャンマイシャン呼びで、オキマイがリアチューに夢中になってる。うわー、いいな、オキマイさん。オキマイさんに好かれたい。歯がないキャンペーンまだやってる。何それ、やってないよ。みんな髪色とか髪型とか変えてるメンバー多いとステージだった時判別できなくなるの。あー確かにね、いきなり変わるとそうかもしれない。確かに。でもどうしようって思って、3期で本当に。だからもうみんな切ってもらうか私が切るかどうしようかなって。だからボブ似合ってるやん、本当にありがとう。ちょっとでいい、長い長い方がいい。どうしよう、迷う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 。サコさん、サコさんはねめっちゃ長いよね。あでもあれはすごい、サコさんの何なんていうの、特徴、特徴じゃない、チャームポイント、わかんないけど、なんかだからめっちゃいいなって思う。多分一番長いじゃないですか ST の中で。だからいいね。新年度のプロフに出口なくすてきさんになりたいって書いたら、確かに書こうかな。書きたいレベルで好きなんだけど、ボブ、ボブなんかミディアムかな、ミディアムぐらいかもしれない。たけさん、こんばんは。ごきげんよう。森生さんと今日は会ってないんだよね。短かったらあんまりアレンジできなく、そうだからね迷ってた。短いともう外跳ねか内巻きか、ここら辺ちょっと編み込むかとかしかできないから、どうしようって思って迷ってた。トッペさん、こんばんは。鍋さん、こんばんは。24フルートさん、こんばんは。マリティニア、本当に昨日壇上入ってた。待って、ごめん覚えてないか。もう3期全員ボブになりそうな勢いあるかも。なってほしいかも。じゃあ逆にもう2人切ったからさ、あと3人ぐらい切ってもらったらもう切らないっていう決心がつくかも。ベニスワイガニさん、エビミさん、こんばんは。馬太郎さん、こんばんは。トレードマーク、トレードマークか。振り回すと物理的に武器になる。そう、昨日ね友達と遊んでて、なんか自分なんだろう、学校でめっちゃバカしてた人なんですよ。バカっていうか、だから友達もそういうノリの子が多くて、昨日は友達にわざとこうやってやってました。でも怒らないんです、友達は。もうやめて、本当に髪切ってみたいな感じですね。誰
彼もが短く知った瞬間に可愛いって、確かに。でも似合ってたらだよね。似合ってない、似合ってなかったら可愛いとはならなさそう。さこさんは長髪黒髪路線継続って言ってる。でもね、いいね。あんぐらい長いと逆に、長いといろいろできるから可愛いですが、かすみちゃんは可愛いから何をしても、嬉しい、ありがとう昨日の巻き髪も良かった。本当に良かった。これユーナってユーナ絶対ちゃうやん。こんばんは、コーラさん。花火師さんこんばんは。方言でもあり、あ、そうなんだ。今吉田さんとのツーショット見てきた、コメントしてた。本当に嬉しい、良かった。やったやった。みんなコメントもリポストもハートも全部やってね。絶対強制だよ。矢田さんこんばんは。ボブは完成してるからアレンジする必要ないのよ。まあ、確かにそういう髪型だもんね。おだやんさんこんばんは。ロナオアさんこんばんは。ボブが好きやけど、さこさんはもう時期にお話か。え、何気になっちゃう。銀色金魚さんこんばんは。長い方がいいのかも。でもじゃあ長い方があれかも、いいっていう人が多いかもしれないから、長いまま行こうかな。じゃあでも短いのもいいって言ってくれる人も多いからちょっと困っちゃう矢崎さんポニーテールのイメージ、そうポニーテール、そうポニーテールキャラもいい。なんか3期でいないじゃないですか。多分先輩は、多分あかりん、自分的なイメージはね、あかりんさんとかさらぴさんとかがポニーテールのイメージなんですけど、でも3期で多分いないからポニーテキャラにしようかなとも思ってるんだけど、でもポニーテだと面長が多分目立っちゃう気がしてて迷うんですよね。あとポニーテだとアレンジがさ少ないじゃないですか。だからポニーテ、まあね、ポニーテのイメージが強い、よく言われる、よくは言われないけど、まあただポニーテが好評だからポニーテしてるだけなんだよねあとなんとなく。ニラテクさんこんばんは。その服のボーダーの上から 1,2,3,3 ここら辺ってこと？ん？5ってどれ？これか、これここら辺？あ、でもここら辺だったかもね。出口なつきさん確かにあんま短すぎると似合わないかもしれない。ドリオさん、ドリオ2さんこんばんは。ジョンドさんお疲れ様です。言ってるありがとう。今まで ST で切った子見ても分かるように似合う、似合わない子いない。確かにね、みんな似合ってるね。なんでだろう、いいな、羨ましい。どうしよう似合わなかったら。かすみはどんな髪型もかわいい、ありがとう。かすみロングもショートも似合う。え、本当に？どうしよう。店長、店長って誰？サトシさんこんばんは。ポニーテールキャラは貴重で、本当に貴重なのかな。3期で、3期でポニーテールキャラになっちゃうでもね、ポニーテールってどうしようかな。でも、まあ、ポニーテール、じゃあポニーテールキャラになろうかな。でもたまにポニーテールじゃなくなる。5割ポニーテールで5割ポニーテールじゃなかったりするかも。やばい、足がしびれちゃった。髪の毛伸ばし、髪の毛伸ばしてるんだけど、かすみが切ったら切りたくなっちゃう。え、じゃあ一緒の髪型にしようよ、あやみちゃんフラペチーノさん、はじめましてじゃないよね。ないでしょ。ヤシーさんこんばんは。みつさん卒コンの配信でかすみ見つけやすかった。確かにポニテ少なかったかも。あ、でもゆいなもポニテしてたか。でも本当はね、自分あの日おろしが良かったんですよ。おろしにしようと思ってて、でも音声さんかな、だったかな、にヘッドマイクだったんですよね。あの日ヘッドマイクつけるから、おろしだと髪が引っかかっちゃって、こうやって、だからおろしじゃない方がおすすめって言われて、でリハーサルした時におろしでやったんですよね。ヘッドつけて、確かに引っかかるし、なんか振りに集中できなくて引っかかったら。でも結局ポニテ引っかかってたんだよね、あの日そうだから言われてポニテにしたんだけど、本当はおろしが行こうと思ってました。顎のライン、顎のライン似合うかな。おもながだけど大丈夫かな、わかんない。さっきはツインテールの子が多い。え、どうなんだろう。でもツインテールキャラは可能だよね。みんなでもいろんな髪型するかもしれない。あんま一個これしかしないっていうのを叶うぐらいかも。叶うは本当にツインテしかしない気がする。
ゃあツインテールキャラ、ツインテールキャラはねちょっとツインテールは似合わないんだよね。ココアさんに、ココアさんに相談したい。またサラさんに話してみてね。え、話したい。サラさんとサラピさんと話したいです。足の裏をツンツンして、やだよやだよ。森川さん、たっちゃんさん、こんばんは。リーチがデコ出しキャラになりつつある。そう、自分もでもデコ出し迷ってたんだよね。あ、今日眉毛、あ、眉毛描いてるけどどう思いますか、デコ出し。そう、今日マネージャーさんに言おうと思ってたんだけど忘れてた。デコ出しどうですかって。でもね、ひーちゃんに言ったらひーちゃんはねあんまり良くないって言ってた。おもながだから、おもながだから、おもながが目立っちゃうよって。でも今日眉毛描いてるからさ、これで判断できそう。でも固めてるんだよね。どう思いますか皆さん、デコ出し。でもデコ出しじゃない方がいいかもしれない。なんかちょっとおでこが広いかも。どっちがいいかな。 XJAPAN みたいに縦髪にする。え、何それ、わかんない。縦髪って何、こういうやつ。え、わかんない最近すごく綺麗。あったに、ありがとう。ま、出さない方がいいは、あ、もう出さない。え、でも前髪ある方が好き。あ、でも多いか前髪派が。じゃあ前髪ありにしよう。なくさないもん、なくさないとこ。最近ね、最近なんだ、そう、19期生、あ、 AKB48 さんの19期研究生さんの伊藤桃香さんって知ってますか皆さん。めっちゃ可愛くてもうびっくりしました。私はあんな子が、でももともともとスタダらしいですね。スタダの子らしいんですけど、もうめっちゃ可愛すぎてもうびっくりして、もう本当に本当に可愛い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 と思って。私多分 STU とあとこの何、共演した方、共演っていうかお仕事関係の方で、お仕事で関わった方と、あと橋本環奈さんも好きなんですよ、と出口夏樹さんしかしてなかったんですけど、もう可愛すぎてすぐフォローしました。もうめっちゃ可愛いと思って、もう無理、もうあの子になりたい、もう本当に可愛い、もうと思って、で出てフォローしたら出てくるじゃないですかね、出てくるじゃないですか。もう可愛すぎてもう見るたびに可愛いと思って、今日ねメイクのやつをあげてたんですよ、伊藤桃香さんが。これ使ったらこの顔になれるのかなとか考えながらそれ見てた。本当に可愛い、本当にね。だからちょっと共演させてください、本当にもう会いたい、伊藤桃香さんに会いたいと思って、会えないかなって思ったんですけど、もうめっちゃ可愛すぎて会いたいです、本当に会わせてくださいもう可愛すぎる伊藤桃香さん、伊藤桃さん。猫出しいいですね、本当に。前髪中、確かに前髪で変わるよね人って。でもここはあきんどさんに聞こうえ、あきんどさんにも聞きたいし、みんなにも聞きたい、他の人にも。じゃああきんどさんとみんなはどう思う帝国さんこんばんは。前髪流しても、確かに流すのね、流すのはやってないかも。いろいろと変えてみるのあり、見てみたい、確かにあり。リーチね、前髪なしの方が好きなんだよね自分、昨日見て思った。めっちゃ可愛いと思って、だから前髪なしの方が好きだなと思った。あとね、あの子も顔が大好きなんだよね、あの HKT のもがみさん。もう可愛くないですかあれ、どうしたらあんな顔が生まれるのって思って、もう可愛い可愛い可愛いってなんかもう嫌です、可愛い子多すぎます、もう嫌だ、可愛くなりたい、私が世界で一番可愛くなりたいほんで、そう、本店さんです。おきちゃんもの、おきちゃんさんもの、もまらかじゃないけど確かに似合ってる、確かに言われてみれば。そう
そう、いとももさん可愛いよね、可愛いよね、本当に可愛い。もうあの顔になりたい。のりさん頑張ってください。ありがとう。たちにさんこんばんは。最近の AKB は AKB さんもっとプロを取るようになって、あ、そうなんだ。北海道の可愛いちゃんさんがタイプ、わかんない、ちょっと調べとくね。可愛いちゃん、なんか聞いたことある。でもちょっと見に、見てのりじいさんこんばんは。19期生さんの一人とオンラインで話す、もしかしていとももさんですか。自分は知らん。でも可愛い、そのなんだっけ、さえりちょっと待って、ごめんなさい、わかんない、ちょっとにわかだ、ごめんなさい。かずや22さんこんばんは。かすみも負けてない、本当に本気で言ってる。お話し会参加しちゃう。準急お話し会、お話し会参加したい、お話し会参加したいぐらい本当に好き。顔が19期生確かにすごい。いやいや、かすみも可愛いし面白いし、本当によかった。研究生でフェス出れたらね。そう、出たかった。てか研究生、うん、フェス出たかった。あ、髪の毛が、あっちのかすみんさんと仲良くなれば、確かに確かに AKB さんと仲良くなりたい。でも関わりがないんだよね、すごい。アイリーさん初見です、ありがとう。クロフェスでワンちゃん19期生さんと共演ないか、どうかな、クロフェス出れるのかな、そもそも。もがみさんはザオデコだ、そうだから、もう可愛いってか似合ってる、本当にいいね。あれ可愛いですね、あの子、あの子じゃないです、あの方。もがみさんは芸能人になるために生まれてきたみたいなのか、本当にね、羨ましい。もうあれはもうね、もう可愛い、本当にどうやったらあの顔になれるのってぐらい可愛いね。僕も負けない、岩崎さんより可愛くなる、可愛くなって。濃い顔が好きなよ、よ、確かに濃い顔が好きなのかもしれない。あのね、なんだ、自分 K-POP アイドルももともと好きで、で伊藤桃香さんがめっちゃね、知ってる方いるかな、宮脇さくらさん、宮脇さくらさんがいるグループ、ルセラフィムっていうグループがあるんですけど、その中にいるメンバーの方にめっちゃ似てて、いとも、わかんない、これは私だけかもしれない、価値観が違うので人によって思うかもしれないけど、なんかパッと見た時にめっちゃ似てるなと思って、もうその時点でもう好きでした。もういとも岡さん本当に会いたい、可愛い、めっちゃもう大好きすぎて、ひーたんちに泊まった時にね、ずっと可愛い可愛いって言ってて、もう分かったってって言われます、いつも。自分は可愛いだけじゃ釣られませんぞ。じゃあスーさんは何で釣られたの、かすみんの。かすみんのおすすめされた子をチェックします。スカイビデオとして浮気はしないでね。もがみなんかさん、美って感じ。そうなの、美って感じです。岡本かえりさん。岡本かえりさん。でも可愛い、みんな可愛かったです、19期生さん。もがみさんはリリタンさんがお気に入り。あ、そうなんだ。じゃあタイプが合うかも。はじりこさんこんばんは。19期生全員握手して反応見ておきます。見といてください。じゃあついでにかすみの紹介もしといてください。ちかっぱとかでもがみさんと共演でき、したい。でもどうなんだろう、あと5分。じゃああと3分になったら男女読もうかな。教えて。ユイニャが SK の岐阜出身の子とショールームのコメントで仲良くなったから、かすみも、そうなの、なりたい、なんで、どうやって仲良くなるの。あ、もう3分、ちょっとじゃあ読もう。よし、岩田さんハートありがとう。ちょっと待って、これギフト読めてなかったかも。あ、金田さんハートはめっちゃありがとう。 スティさんかな、 STI さんハートめっちゃありがとう。ちょっと壇上読みます。
13人の方、秋野さんありがとうございます。10人の方、浦部さんありがとうございます。11人の方、熊根パパさんありがとうございます。10位の方、栃木のスーさんありがとうございます。9位の方、ヒロさんありがとうございます。8位の方、大ちゃんさんありがとうございます。7位の方、ヤッシーさんありがとうございます。6位の方、タイムファイヤーさんありがとうございます。5位の方、にゃんきちさんありがとうございます。4位の方、ドンさんありがとうございます。3位の方、それが恋と気づいた、ちょっと待ってよ、ちょっと待って待って、ちょ、気づいた、岩沢さんだよね、よかった、さんありがとうございます。2位の方、まっちゃんさんありがとうございます。そして1位の方は、ドゥルルルルル、瀬戸の誠司さんありがとうございます。みんなありがとう、今日も見ていただいて本当に本当に。リーチからサラピさん通信にリプが来てる、うわちょっと想像がつくなでも今明日しか返信できないよリーチ。そう、私はまだ19なので、もうちょっとで終わっちゃいます。またまたみんな明日できるかな、お昼かも、でもするとしたらできるかもしれないけど、お昼になっちゃうけど見てね、よかったら、暇だったらでいいよ、お仕事サボんないでね頑張ってください、明日も一日、今日も一日お疲れ様です。明日も見れる方は見てください。おやすみなさい皆さん、おやすみおやすみ、今日も一日お疲れ様です。しっかり早く寝て体を休めて、嫌なことは忘れましょうバイバイ、おやすみみんな、おやすみなさい。ちょっとあんま終わんないな、あと多分15秒ぐらいな気がするんだよね。おやすみ、明日の予定を、なう？本当に？誕生日おめでとう、ありがとう、ちょっと早いけどありがとう、おやすみ。あ、そうだ、あやみちゃん、あやみちゃんさ、みちさんの卒コンの日、あれ違うっけ、ちょっと待って、またごめん途中になっちゃった。おやすみみんな、バイバーイ。ちょっと期末タイムなので自分で終わるね、バイバーイ。